はい、ワートプラ橋に着きました。長ズボンじゃないと入れませんので、買わなきゃいけないですよね。でもまあ、今日持ってきてるみたいな、問題ないです。後ろのね、外国人の女性、あの方たちは買わないといけませんね。はい。昨日忘れちゃったんで、私買いました。そこでね、100バーツです。はい。まあ、高値で売らないだけいいですよね。はい。で、ここがね、入り口になります。はい。で、横顔、さっき言ったんですけど、通れませんでした。はい。あ、今日は土曜日だから人がいっぱいいるね。うん。ね、さっきね、外国人の人がね、なんだろう、腰にね、男の人なんだけど、まあ、スカートみたいな感じで、巻いて入ろうとしたんですよね。で、それでも、まあ、いわゆる日本、まあ、ミャンマーでいうロンジー的な感じにして入ろうとしたんだけど、それってダメだって言われてましたね。本当に厳格らしいです。はい。まあね、王室の用法なので、王宮のようなのでね、はい、そうなんでしょう。はい、500バーツですね。今日は払って入ろうと思いますね。こっちか。こっちよ。ん？Yes. Thank you.はい、買いました。500バーツです。はい。いや、すごいね。500バーツだったら、まあ4円まではいかないけど、ね、2000円弱、1800円ぐらいか。ね。タイの物価でね、1800円だからね、結構な額ですよね。はい。まあ、いいでしょう、ね、入りました。あ、すごい混んでるね。あ、すごいね、やっぱね。今日ね、まあ、全然話違うんですけど、ホステルでね、フィリピン人の親子とちょっと知り合いました。はい。いやね、フィリピンね、行ったことないんですよね。で、フィリピン来たことあるっていうふうに、行ったことないんですよって言ったら、あ、じゃあ来た時にちょっと連絡すれば、ガイドしてあげるみたいなね、そんな感じで、はい。行ってくれました。はい。お姉さんかな、お姉さんがね、日本人の旦那さんらしいです、はい、多分ね、本当のお姉さん、もう本当のお姉さんではなくて、なんていうのかな、義理のお姉さんだと思うんですよね、うん、東京オリンピックに行くのって言ったら、うん、行けたら行きたいなっていうふうに言ってました。いや、中国人の人は声がでかいね。いや、でもね、思った、中国に行った時に思った、13億人いたらね、そりゃね、
声でかくなかったらね、自分の意見が通りませんがなっていうふうに思った。あ、これ面白いね、うん、そう、13億人もいるともうね、やっぱそこまでいくと争いになるからね。ノーエントリーでもどこにはいけるのかな。No chicken. No chicken. あんたは？リバリウマ。ノーチキンって、うん、あの鳥じゃないよって言って。さすがにね、2000円か、まあ2000円だね、日本円でね、大体、それだけのことありますね、うん、これはアンコールワットですね、の模型というか、ね、アンコールワットは、何年前かな、結構前に行ったことあります、10年ぐらい前かな、うん、首先アンコールワットマラソンで行きましたね。アンコールワットマラソン、ハーフマラソンがあって、はい、12月だったかな、うん、いや、よかったですよ、うん、アンコールワットマラソンはね、あれです。ホノルルマラソンの1周前に開催されてたはずです、はい、変わってなければね、はい、もうね、ホノルルマラソンにね、3回か4回ずっと3年連続ぐらい行ってて、まあ、飽きちゃったんですよね。まあ、もうホノルル行ってどこ行こうっていう感じになっちゃってたんで、ちょっと変えようと思ってね、アンコールワットマラソンにしました、はい、いや、良かったですよ。ハーフマラソンです。はい、20キロですね。で、写真をね、結構ね、撮りながら行けるので、良かったです。はい。機会があったらね、行ってみてはいかがですかね。おすすめですね。はい。It's just amazing that everything is stylized and has graphics on it. It's almost like Islamic. これ3つ入れる場所があるんですね。はい。Art of the Kingdom Museum っていうところと、あとサラチャレマルンっていうところですね。チケットを買ってから7日、まあ、1週間ですね。ここ2つは入れるところでしょうね。で、これ真ん中が、あれですね、ここの高級店舗のワットプラキオというですね、あれのチケットになります。これはもう当日のみということですね。はい、ですので、機会があったらこれに行って、これはね、もうほとんどアユタヤに近い
場所ですね。アーツオブザキングダムミュージアム、うん、ちょっと Google マップで調べたんですけど、うん、アヨタヤに近いようなところにあるようです。はい、10時から3時半まで、これがブッキングって書いてあるから、もしかしたら予約が必要なのかもしれませんね、こっち側はね、うん、これブッキングね、ブッキング、はい、フォーリナーズオンリー、外国人オンリーだったので、スナップを教えてもらう、はい、まあ、ここじゃないということですね。何かここの中でミュージアムかなんかがあって入れるのかなと思ったんですけど、そうではなさそうですね。はい、靴を脱いで、で靴をね、あっちの靴、左側に靴置き場があるので、そちらに向かなければ入れないようです。はい、ん、ああ、ダメなんだ、ここからは取れないってことだ。慣れてきたかなって感じがしますね。ミャンマーに慣れてるとね、もう裸足でいるのが当たり前なんでね。例えば、ね、この王宮全体がもう基本的には裸足になるんですよね、ミャンマーはね。でもそういう風にはならないと、ああ、こっちが靴を置いたの反対側です。向こう側です。靴を脱がないでね、お寺に入るのに違和感をね、あまり感じなくなってきました。はい、これくらいかな、もう全部行きましたかね。グランドプレイス、グランドプレイス、エギジッツ、これでそっくり行けば外に行くってことなのかな。あ、そうだね、グランドプレイスの出口ってことなんだね。学びちゃった、ん、あ、地図があった、あ、よかった、地図があった。これが欲しかったんですよね。はい、ちょっと読んでから行きますかね、簡単に。はい、英語だけどフリーのツアーがあるみたいですね。無料ツアーですね、10時、10時半、1時半、2時、今が12時半、1時間待たなきゃいけないので、あれですね、ちょっとあれです、あ、これか、これがあのチケット に書いてあった、あの、一緒に見れる、やつですね。はい、タイマスクダンス、サラなんとか、ね、これを見ることができるのかな、一緒に、ね、これは何だろう、うーん、右って書いてあるけど分かんないな。ロングステイワンビビジット、なんかコースがどうもあるみたいだね。
これはなんだ。簡単に見るコースとあと長く見るコースとどうもあるようです。こっち側に向けたいんですよね、こっち側に。多分左側に、あ、あれかな、あれですね。で左に行けばグランドプレイスかな。13番フォロムピーマンデに行くんではないかなと思います。まあ順路あそこっぽいかな。確認を。コントロールに行くと帰りと これがルートですかね。そうですね。あ、これは今修復中ですね。この13番ね、これは今修復しているところなんでしょう。で入れない。深いね、水が20バーツです、はい、ここの中には入れないのかな。それっぽいね、外から見るだけ、ですかね、うん、開いてないですね。誰か写真撮ってますね。抜けてあげないと。鯛はね、オレンジ色ですからね、うん、鯛のお坊さんの旅行かな、うん、そんな感じがしますね。
さ、次行きましょうか、あっち側ね。ここがね、ブリズム仏教の中博物館です。中はね、写真ビデオ禁止でしたので、撮って、撮れませんでしたね。今1時20分結構あれだね、施設が大きいからね、2、3時間かかりますね。昨日入んなくてよかったです、はい、1時間じゃちょっとね、とてもじゃないけど見れませんでしたね。本当にゆっくり見るんだったらそうですね、やっぱり2、3時間、3時間ぐらいかかるかな、うん、はい、まあ、2時間ぐらいは見た方がいいですね、はい、ちょっと遠いです。はい、これで多分全部ですかね、はい。そうですね、ショータイム5時半から、次のショータイムは5時半から。これはどこにあるんだろう。今が1時25分。時間が書いてない。あ、多分予約で埋まってるってことなんですかね。ここで行ってみる。あれ、フリートランスファーサービスって書いてあるから、もしかしたら、あ、ここから、送迎バスが出てるのかもしれませんね、はい。で、予約が、5時半から、5時半からということですね。5時半のあるんですね、ありますね、もし見たいんであれば、はい、行けるってことですよね。どうしようかな、行きたいけど逆に1週間だから明日でも構わないってことなんですよね、はい、まあ明日行こうか、じゃあ。